将棋将棋の先鋒中飛車中飛車は、将棋の先鋒の種類の一つで、振り飛車の一つである。先手であっても後手であっても、飛車を五筋に振る。名前の由来は、飛車を盤面中央の五筋に振るところからである。初心者が、初めて指す先鋒として、古来有名であり、また極めて古い先鋒である。現存最古の将棋の図面である、松平家忠の、 家忠日記でも中飛車は採用されており、中飛車は玉の頭に尻を乗せという古戦流があるほどである。初心者の戦法であるためかつては、下手の中飛車の異名があり、軽視されてきた戦法であったが、戦後、松田重行の角銀中飛車の草案により、プロ棋戦にも登場するような戦法へと発展した。かつては、振り飛車といえば中飛車、島飛車、見間飛車、 向かい飛車の順で攻撃の要素が強くなっていくとされ、中飛車は主勢の戦法とされた。実際、角銀中飛車は千日でも辞さない主勢の戦法である。しかし、ご機嫌中飛車が登場し、より攻撃に重きを置く戦法が知られて爆発的に研究が進んだ。なお、角行。 桂馬などを有効に使用できる戦法なので破壊力が高く、相手も中飛車で対抗すると総力戦となる。中飛車全体の特徴として、飛車を58に振るので、左筋の活用が難しく、もっぱら左側を守ることが多い。ほとんどの場合で、左筋が囲いに利用されないため囲いが、片身の囲いなどになり固くならず、敵を自陣に入れると致命傷になることが多い。 そのため、自陣を効率よく守るバランスが必要であるとされる。相振り飛車においては、お互いに玉を右側に囲った場合に、飛車の筋が相手玉よりも比較的遠くなり、自陣は左金の活用が難しい上に、相手と比べて飛車と玉が接近した形となってしまう欠点がある。そのため他の振ビシャと比べて採用が少なく、逆に三軒飛車は中飛車に対する、 有力な対策とされた。しかし、2000年代末頃に、中飛車にした上で玉を飛車穴熊のように左側へ、囲う中飛車左穴熊が、アマチュアの間で考案された。2010年代初めには、アマチュアや、奨励会員の間で流行が始まり、2014年現在では、プロの対局にもしばしば見られるようになっている。ありがとうございます。